ただいまより第62回夏場アマチュアワンマッチアマチュアタイトルマッチを行います。ビッグマン25キロ級王座決定戦を1分半3ラウンドで行います。赤コーナー中村健信選手、青コーナー鈴木翔太選手。Yeah!
伝えします。ジャッジ西村、30-28、青鈴木。ジャッジシャリー、30-28、赤中村。ジャッジショウ、30-28、青鈴木。以上の結果をもちまして、2-1の結果、新チャンピオン、青コーナー、鈴木翔太選手の勝利です。認定賞、鈴木翔太殿、あなたは本日行われた厳正なる試合に勝利したことによりビッグバンアマチュア25キロ級チャンピオンと認定する。令和5年5月7日ビッグバンアマチュアキックボクシング実行委員会会長谷山俊夫。赤コーナー、三橋遥人選手、青コーナー、三橋沙羅選手、ラウンドワン。Oh, my God.
ジャッジの集計の結果をお伝えします。ジャッジシーナ29対28、青勝ち星。ジャッジ西村29対28、青よっしゃ。ジャッジシャリー30対29、青よっしゃ。3対0の判定をもちまして、アコーラ三越さん選手の勝利です。認定賞、三星沙羅殿、ビッグバンアマチュア28キロ級チャンピオンと認定する。第22試合、赤コーナー鈴鹿俊選手、青コーナー岡本カレン選手。Let's go.
ジャッジ賞29対27青京国選手、ジャッジ賞29対27青
青、京都選手。以上をもちまして、青コーナー、京都選手の勝利です。認定書、京国連土のビッグバンアマチュア34キロ級チャンピオンと認定する。第24試合、赤コーナー、大原大賀選手、青コーナー、木村優馬選手。Yeah.
終了です。ジャッジの集計の結果をお伝えします。ジャッジシーナ29対29ドロー。ジャッジ西村30対29パオ。よし、します。ジャッジシャリー30対30ドロー。ドローとなりますので延長に1ラウンドとなります。エクストリームラウンド、認定賞、木村優馬殿、ビッグバンアマチュア37キロ級チャンピオンと認定する。第25試合、赤コーナー、平野大樹選手、青コーナー、細本幸太郎選手。ラウンドワン、ナイス。
Yeah!
ラウンド3ラストランバー前まで前ポストいくけど。
していきます。ランボタ3ラストランボ、第2部のジュニアタイトルマッチの方は終了となります。